待たせ悪かったな、ハルト。キリュウさん、やはりあなたには私が自分の誇りにかけて戦うだけの価値がありました。あなたにだったら殺されても悔いはありません。子供の前でそんなくだらねえ真似をするつもりはない。いつまでそんな甘いことが言えるのか。石見恒雄も牢もその赤ん坊の命を何とも思ってない男たちですよ。彼らはどんな手でも平気で使ってきます。それでもあなたは泥沼の殺し合いにどっぷり浸かりながら筋を貫いていくんでしょうね。あなたならいつか尾道の秘密にもたどり着けるかもしれない。尾道の秘密か。なんだって言うんだそれは。誰が何を隠している。隠しているのは陽明連合会のクルス会長です。そしてその秘密をあの老人が独占していることにこそ広島の力の根源が。